今年のハムラ花と水の祭り2021は、未だ収束の見えない新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、飲食店等の模擬店の出店はありませんが、桜とチューリップを散策していただきながら、例年会場に模擬店として出店している市内の飲食店等を巡っていただくスタンプラリーを行い、 楽しししんでいいたたただくことといたしました今年は羽村市政施行30周年の記念すべき年であり市内ではさまざまな産業分野の皆様がコロナ禍の危機を乗り越えようと日夜懸命に頑張っておられます本来であれば盛大にイベントを開催したいところでありますがこのような状況下今年は静かにめでる羽村の桜とチューリップ をテーマとしてあげ実行委員の皆様とともに企画いたしましたのでぜひとも羽村の春を満喫していただきたいと思いますただいま大会長からもお話がありました通り新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために今年の羽村花と水の祭りは 飲食店等の模擬店の出店は控えさせていただいておりますそのため来場される皆様には静かにめでる羽村の桜静かにめでる羽村のチューリップをテーマとして春を待ちかねたように一斉に咲いた花の美しさそのものを楽しんでいただければと思っていますそして目の保養をされた後には スタンプラリーに参加して市内にございますお店でお食事やお買い物を楽しんでいただきたいと思います祭り期間中に5つのスタンプを貯めてはがきで応募していただければ抽選で景品が当たりますぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております羽村花と水の祭りの 開会を宣言いたします。